仕方ねえだろ。妊婦が殺し屋に追われてたんだ。黙って見てらんねえ。やろ、ふざけんじゃねえ。何？ウインカー出さないで車線変更。大した手間じゃねえだろ。あんたの方から奴らを撃ったの？いや、銃は持たない。妊婦が銃を持ってて、奴らが撃ってきたから撃ち返しただけだ。またやったぞ。ウインカーなんて指一本で出せんのに何なんだ。全くバカな奴だ。指先をちょっと動かせば安全なドライブを楽しめるのに。なんでだと思う？どうでもいいわ。金のことばっか考えてるから。金持ちの奴らは無神経で自分勝手なんだ。そういうのは運転にも出るんだ。我が物顔で飛ばしやがって。ふざけんな。赤ちゃん警察に届けたら？警察はダメだ。どうして？俺はユナボマーだ。その爆弾魔は捕まったわ。ってことになった。信じらんねえ。やろう、見てろよ。あんた切れすぎてやりすぎ。でも昔はそこが好きって言ったろ。